はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエニセットで、今回はノルマンディキャンペーンでアメリカ軍側を使いつつ、ちょこちょこと、まあいくつかお話ししていきたいことがあるので、そのあたりの話をしながらやっていきたいと思います。はい、うん、まあね、まず今やってるイベント関連の感想が中心の話になるとは思うんですけれども、まあまずはですね、ちょっと前の動画の方で私、皆さんにね、新マップ当たってたらちょっとコメントお願いしますみたいな話したと思うんですよ。うん、そしたらですね、多くの方がコメントで返してくださって本当にありがとうございます。うん、安心しました一応そうですね、一応新マップに当たってる方の方が多いのかなね。もちろんね、新マップそういや当たってないなっていう人もいらっしゃったんですけれども、まあ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 、新マップちゃんと当たってますよみたいなコメントの方が多くって安心しました。一応実装はちゃんとされていたんですね私が単純に運が悪かっただけのようですけれどもね。で、コメントの一つにですね、そういえば前の新マップの方もなかなか当たりませんでしたねみたいなコメントくださった方、ありがとうございます。ほいですよ。そうなんですよ、思い返せばですね、前回のね、新マップ実装の時もね、なかなか当たらなかったんですよ。やばい、ガーダメか、走行列車モードね、走行列車モードが実装された時もね、最初はなかなか当たらなかったんですよ。そうそう、思い出しました、ね、このゲームね、忖度されてないめっちゃいるな。なんかね、新マップだからといってね、なんか出現率がアップしてるとかそういうことがなくてね、そうなんですね、まあそういうことなので、まあ、単純に私の運が悪かっただけだったようですね、うん、まあしょうがないですね。なので当たるまで待ちましょう。ちょっと忙しいことになってきましたね。とりあえずかなり裏までは来れたんで、こっから横槍入れられるかなとは思うんですけど、どうかな。ちょっと厳しいか、一人ですしね。こっから横槍を入れてったとしてもな、ちょっと厳しいかもしれないけど、まあまあまあ、とりあえず行きましょう。まあ、というわけで、新マップに関してね、皆さんコメント本当にありがとうございました。私、安心しました。はい。で、ここからが本題なんですけれども、現在ね、新しいイベント、新しくはないか、ランキング形式のイベントが行われています。はい、うん、でそれに関してですね、先週の金曜日私実は動画1本出したんですけれども、ちょっといろいろとね思うところがあって、それ今非公開にさせてもらっています。せっかく作ったんですけどね、せっかく作ったんですけれども、まあちょっと非公開にさせてもろって、ね、いるんですけれども、上かな、あ違う、いやダメだ、上かな、あ違うか、取れてますね、よしよし、動画1本ちょっと非公開にさせてもらったんですよ。ちょっと私自身思うところがあって、まあ端的に言いまして、今回のイベントねつまんないストレートに言って、今回のイベントはほんとちょっと褒められないですね。もうみんなね、ドイツ側で MKB43 を持ってバニーホップしながらね、えソ連のスポーンキャンプをするっていう、そういうね試合になっちゃってますよ。私の動画を見てね、エンディセット始めましたっていう方が結構複数にいらっしゃって、ありがとうございます。ダーッ、結構いる。あーもうとりあえず脱出、ギャーダメか、うん、まあね、そういうね、まあ変な話なんですけれども、そういう新規の方たちとかに私の動画を見てね、イベントやってほしくないなっていうのがあるんですよね、うん、すごいわがまま私のすごいわがままなんですけれども、私の動画を見てね、エンディセットやってみようかなって興味持ってくれた方がね、イベントを始めて、でああいうね地獄みたいなイベントをやって、でエンディセットってつまんないなって思ってほしくないんですよ、うん、そういう風にイベントを見てエンディセットの面白さを、うん、ちょっと誤解しないでほしいっていうか、その辺りはちょっと怖くってね、
なのでまああの動画は非公開にしました。イベントに誘うような動画ですね。あーもうちょめっちゃエイムが頑張る。ダメか。まあなのでね、あの非公開にした動画ですか、非公開にした動画にねコメントしてくださった方、いいねボタンを押してくださった方、ほんとすいません、ほんと申し訳ない。ただこの辺りのちょっと私のわがままはちょっと許してください。ほんと許してください。もうそれぐらいね今回のイベントはダメですよね。あのランカーですか、トップ20のランカーのねあの成績って張り出されてるじゃないですか。でその人たちのねあの成績見ると40戦無敗の人とかが結構珍しくないんですよね。40戦無敗ですよ、やば。そういう人がね本当に珍しくないっていう。ちょっとあそこの戦車はちょっとあれだな、ちょっとあの戦車私の方でやりに行きますか、ね、40戦で無敗で、しかもキルデス比がえらいことになってるっていうね人たちっていうのが本当に珍しくないんですよ。ただねそういうことができちゃう環境なんですよ。ランキング形式なんでね、プレイヤーを批判してるわけじゃないですよ、うん、そういうね最適解の行動が求められるねランキング形式のイベントなんで、とりあえずはい、まず1キル、ここわーダメと、もう注意したか、いいですね。でこれで東道目とサードはい OK ですね。よし、まあランキング形式のねイベントなんでプレイヤーがね最適解の行動をするっていうのはそれは当然ですよ、うん、なのでねそういうドイツしか勝たないみたいなそういう環境を用意してしまってるね、運営が悪い、これは 100% 運営が悪い、ね、一応ね運営の方もなんかね今回の件でちょっとフォーラムの方でも突き上げられてましてね、でなんかバランスを見直しますなんて言ってはいるんですけれども、さあどうなることやらみたいな感じでしょうかと。あー怖い怖い。まあそんな感じの感想です。私としては今回のイベントねそこまで積極的にやんなくてもいいかなっていう、トップランカーに入ってやるぜみたいなそういうね意気込みがある人じゃない限りはねそこまで積極的にやんなくていいと思いますと。あー結構いいな。さてだいぶ側面は抑えまして、このまま中に入っちゃって大丈夫だよと。中にも結構いるのか、敵イズドク後ろ、ギャー、あでもやった、一応ダウンさせた。あとは仲間、お味方よろしくお願いします。はい、だいぶね味方の方が押してますね。さてじゃあどうしたもんか、まあ私の方でも入った方がいいでしょう。さてとりあえずビーそうかビーコンないのか、じゃあビーコン作っちゃいますかね。さてとここにビーコン作りまして、戦車が結構暴れてるっぽいんですよね味方のね、味方の戦車が相当暴れてくれているので、よし、ま、戦車を背にして進んだらまあいいんじゃないのっていう感じでしょうかと。火炎放射器マンがいそうだなぁと思うんですけど、怖いな、大丈夫、大丈夫っぽい。じゃ入っちゃいますか、とこれ敵か、だらーしまった、出た、何回、ちょよしやった、よし、火炎放射器マンを一応、こっちも助かりましたね、なんとかなった。あぶな、さてさて入ってしまいますか、よし、いいですね、取れてますか、なに、今の当たらんか、くそと、ちょっと守り硬いな、相手の守り結構硬いですね。ただな味方戦士がいいところに陣取っててくれてるんですよね。あのまま味方戦士がねゴリゴリと前に出ながら支援してくれたらいいんじゃなかろうかと思うんですけども、もっとよし、とりあえず、あしまった、投げなくていいかな、投げなくてよかったな、まあいい。さてどうかな、
あ、いいですね、取れてますね。完全に取れてるっていうのはいいことですね。ちょっと危ない。よしよし、と戦車いんのか。うん、いいですね、取れましたか。よしよし、はい、オッケー。よし、じゃあもうどんどん前に進んでっていいでしょう。なんかピンポイント、さっきからピンポイントで来るんだよな。敵のロケット弾がピンポイントでなんか私狙ってくるんですよ。相当運が悪く。ん？ど？そんなとこいたの？あった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 、気がつかんかった。さて、とりあえずポイですと。何はともあれとりあえず入ってしまいましょう。お邪魔します、失礼します。うっす、失礼します。先生方、失礼します。とっ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 と、危ない。いいですね、取れてますか。さてどうしてもか、こっから来そうなもんではあるかなって思うんですけども、来ないな、来てないな。あ、ちょっとそれはやりすぎ、それはちょっとボタン間違えた。ちょ、味方か。よし、これは取れましたかね。よいしょー、いないか。とりあえず投げておいた方が良いでしょと。よし、ギャー、落ちてきた。ちょっと待って、危ない。めっちゃ、ちょ待ってみようかな。ちょっと待ってみようか。よし、待ってくれと。あー、もうダメか。さてさて困ったもんですね。となかなかね、いけそうでいけないな、いかないな。とりあえずうっす、お邪魔します。ん？ん？あっ、あっぶな、めっちゃ頑張って。よし、とりあえず何、これはちょっと嫌だな。あ、危ない。待って待って待って、待ってみようか。よし、よし、ちょっとあのバリケード壊しましょう。ちょっとあれ邪魔、すごい邪魔。とりあえず、はい、OK で、あー、もうどんだけ入ってくんの、どんだけ入ってくんの。はい、オッケー。よし、さて最終拠点ですね。もう味方の入りもそこまで悪くないんですけれども、ポイでした。さてそんなに減らなかったか。このまま入ってしまいますか。全然見えない、全然見えなかった。火炎放射器ね、ちょっと火炎放射器の人がいるのか。あの人にな、出口を抑えられてしまったら、さあニッチもサッチも行かなくなってしまいますね。まあ、とりあえずそうですね、この辺りに入れとけばまあ問題はないでしょと。どうかな、何人これで倒せるかですね。全然見えない、どれだけいるのかも分かんない。外周か、外周にいるんですね。とは言ったところで結構いいですね、味方がめっちゃ入ってきてくれた。ちょっと外周回ってみますか。あ、結構あそこまで、あ、そうですね、あの辺りがスポーンポイントですね。じゃあ相手がスポーンポイントまで押し返されたってことですね。じゃあそれだったら、こんなとこ階段あったっけ、あれ、こんなとこに階段ありましたっけ。これか、ちょっと登ってみましょう。初めて知った、ここに階段あったんだ。どこまで、ここ、あー、敵の方は見えないか。見えないわけじゃないけど結構狙いづらいですね。あ、来てる。なんで、ちょっとなんで当たんない。あ、勝った。まあなんとか勝ちましたよ、かったよかった。
まあそうですね、まあさっきも言ったように本当にちょっとね今のイベントはかなりバランスがねおかしいんで、うん、まあそこまでやることはおすすめはしないですね。報酬もねそこまで良くないので、まあそこまで積極的にやっていく必要はないかなとは思うんですけど、まあランキング形式のねイベントが好きな方だったらやってもいいとは思います。ただやっぱり本当に MKB43 はもう本当に必須条件ですね。ランキングで上の方行こうとするならばね、うん、まあそんな感じの感想でした。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですねチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。